皆さんこんにちは。今回も新大木湖をスピアーと一緒に旅していきますよ。前回は菊野さんのゴローニャにケチョンケチョンにされたところまでですね。これはマジでしのごの言ってられない気がするので、今できる最善ってレベルを上げたいと思います。手元にある不思議な飴を全て最強ちゃんにあげたいと思います。少しの努力ではどうにもならないという疑惑が拭いきれないので、やれることは全部試していきますよ。というわけで菊野さん、本日一戦目です。不穏な言い方ですね。ひとまず飴を投与してレベルを結構上げたので、ギリギリ確定2発だとか、乱数2発というような状況を、確定3発に変えられたんじゃないかと考えてます。確定3発にさえできてしまえば、割とどうにでもなりますからね。時間はかかると思いますが、ちまちま削っていけば勝機は十分にあると思います。オケオケ。完全にこれは、確定3発と言ってもいいでしょう。前回の戦いでは、ナマズンでさえ最強ちゃんに怪しいダメージ量を叩き出していたので、その状況を脱したという意味で、やっぱり飴を投与してレベルを上げて正解だったと思います。2体目は、グライオンですね。ここも大概苦戦する相手ではあるのですが、恩返しであればそこそこのダメージが通るので、まだやり合えると思います。さすがにレベルも上げましたし、グライオンの自信を、確定3発にできてるんじゃないでしょうか。127HP があったのが残り24になる、103ダメージを食らっている。なるほど。103×2 は206。これは確定3発と言い切っても過言ではないでしょう。それは過言。だいぶレベルを上げたんですが、まだ若干耐久力が足りてないのかよ。四天王二人目だぞ。なんでこんなことになってるんですかね。当初の予定では、このくらいのレベルで一度は白菜さんに挑んでる予定だったんだけどな。今の攻撃は、割と耐え切ってくれてますね。まだ若干怪しい気もしますが、ギリギリ低乱数2発くらいにはなってきたんじゃないでしょうか。グライオンは、多少安定して戦えるようになってきたのかもしれません。普通に半分食らっとるやんけ。まだ慢心してはいけないということですわね。ひとまず次のゴローニャ戦のこともあるので、少しでも HP を高い状態に保っておきたいところです。ふう、このくらいのダメージ感でいいんだよ。このくらい残っていれば、次の攻撃は最高乱数だったとしても耐えてくれると思います。急所は知らん。ポケモンというゲームは、相手の急所に当たるように祈ることはしても、急所に当たることを考えてたらプレイできませんからね。ひとまず回復をして、HP が高い状態にしてから、グライオンはやっつけたいと思います。うんこの。それなりの頻度で、2発圏内に持ってきやがるな。絶妙なラインではあるのですが、もうやっつけてしまいましょうかね。110くらい残ってくれるのがベストなのですが、それを粘っている間に最高乱数急所を引いたら、目も当てられないですからね。そもそもこのくらいの HP をゴローニャが仕留めてくるようなら、まだまだ狩猟が足りないと言わざるを得ません。与える火力は申し分ないんですけどもね。あとは最強ちゃんが耐え切ってくれるかにかかっています。頑張れ最強ちゃん、素晴らしいぞ。さすがは最強ちゃんや。このミリ残し、最強ポケモンとしての品格を持ってますわ。というわけでゴローニャはやっつけてしまいましょう。ゴローニャよ、お前は強かった。勝てないんじゃないかとすら思った。だがお前はもはや私たちの敵ではない。鍛え直して、出直してきたまえ。ははは、やべえのが出てきちまったぞ。どうすんねんこれ。相性がいいやつから出してきて、どんどん楽になるんじゃないのかよ。一番出てきちゃいけないやつが出てきたんですが。急所だろこれ。え？急所じゃないの？何これ、どうすんねんマジで。もはや破綻してるだろ。
これもう、河原割り急所でぶち抜くしかないわ。頑張れ最強ちゃん、どうにか奇跡を起こしてくれー。拡散。これはまずいわ。何かしら、策を用意した方がいいわ。真っ向勝負で渡り合おうとすると、多分80とか85レベルくらい、必要になってくるわ。唯一わかっている大場さんが鬼門だと思っていたんですが、その前にとんでもないレベルの鬼門が存在してたわ。シャレになってないやつや。こいついつもドサイドンにても足も出てないな。さて、今できる最善手は何かないかとしばらく考えた結果、この世代で追加された技、毒菱を活用する日が来たのかもしれん。というわけでツバメ返しを忘れさせて、毒菱を覚えさせたいと思います。ツバメ返しを忘れることでつまずく場面があるかもしれないですが、それを差し引いても、毒菱を覚えさせるべきだと思います。これが、つまずいている図ですね。影分身をぶち抜けるツバメ返しを忘れた結果、両機関基地にすら負けるようになってしまいました。かといって他の技を忘れさせるほど、技スペースにも余裕がないのも事実です。ここばっかりは、気合で乗り切るしかありません。というわけで、ゴローニャのところにやってまいりました。ナマズンのところで、2回毒菱を巻き、毒毒菱にしてあります。幸いナマズンの攻撃は確定3発なので、毒菱を巻く余裕は十分にありました。初手がナマズンだというのも、スピア縛りでこういう展開になるのを見越して作られてるのかもしれんわ。麻痺は余計やな。どうしましょう。毒菱をまともに使うのは初めてなので、どういう風にやっていけばいいか、考えながら戦う必要があると思います。相手は回復の薬を備えていて、調整をミスると回復されてしまい、せっかくの毒毒状態がお釈迦になってしまいますからね。そうならないように、うまいこと戦っていくしかありません。後ろに控えているのがドサイドンということが分かったので、このゴローニャ戦は、それを見越して戦っていくべきでしょう。ゴローニャのところでおかしな行動をしてリズムが狂ってしまうと、ドサイドンまで引きずってしまうかもしれないですからね。現実に立ち回っていきます。まあ、地震を打ってきてもそのくらいは食らいますわね。炎のパンチと同じダメージ量ですもんね。ひとまず岩技は持っていないと思って良さそうなので、その点は安心ですね。ストーンエッジでも持っていようものなら、ひとたまりもないでしょう。一応ゴローニャに対するダメージ量は大体わかっているので、毒毒状態で削れていい感じになったタイミングで、河原割りで仕留める感じでいきます。下手なタイミングで殴ってしまうと回復を使われてしまうだけなので、頃合いを見て攻める感じですね。ここばっかりはマジで、これ以外の正気を見出せないので、仕方ないということで許してください。私自身こういう展開はあんまり好きじゃないのですが、ガチで死のもの言ってられないので、許容してください。というわけで、ここからが大事ですね。先ほどのゴローニャ戦と同様、毒毒菱でいい具合に削れるまで、ひたすら傷薬を最強ちゃんの体に塗りたくっていきたいと思います。先ほどドサイドンを殴った時のダメージ量が、3分の1程度しか通っていなかったので、そのくらいになるまでは、ひたすら耐え忍びます。楽に勝とうとして下手に殴ると回復の薬を使われて、倒す術がなくなってしまいますからね。ここは最強ちゃんが芸人魂を見せないことに期待するしかありません。わかってるな最強ちゃんよ。絶対に急所に当たるんじゃないぞ。絶対だぞ。わかったな。ひとまずドサイドンは岩技を持っていないという風に考えて良さそうですね。岩技を持っていたら、いの一番に打ってきてますからね。もしストーンエッジを持っていて、全部避けないと勝てないという、土下座祈りをする状況でなければ、勝つことは可能でしょう。いつもの、こういうところあるからな最強ちゃんは、ほんとかわいいやつめ。というわけで、ダイジェスト、ツバメ返しを忘れたことの弊害が露骨に出ている様をご覧くださいませ。このヘラクロスがヤバいんすよ。岩技を搭載してやがります。ツバメ返しで4倍弱点をつけなくなった途端、急に切り出してきました。虫ポケモン最強は自分だという風に、ドヤ顔しやがって、
このダメージ量ですからね。ゴローニャの炎パンとかよりも、平気で火力を出してきやがります。本当にやばいわ。身動きが取れなくなってきてしまいました。四天王一人目と二人目相手に、なっていいレベルじゃないだろ。傷薬で耐え切ることすらチャレンジさせてもらえなかったでござる。正直言って、相当追い込まれてきてますね。先ほどの菊野さんとの試合中、何度かいい傷薬を使っていて、人によっては傷薬を選択ミスしてるんじゃないか、という風に思ったと思います。決してそうではなく、菊野さんに両津勘吉から巻き上げた金を根こそぎ分取られて、傷薬が買えずにどんどん減っていく一方で、蹴散らざるを得なくなっているのです。さて、本番行ってみましょうかね。作戦については、先ほどから説明している通りです。独特菱でいい具合に削って、やっつけるしかありません。あとは針の穴に、糸を通すだけなのです。この針の穴に、なかなか通らないんすよ。ですが冷静に考えると、急所に当たる確率は所詮16分の1、残りの16分の15を引き続ければ、負けることはありません。そう考えれば、勝てる気がしてきましたね。相手が砂嵐を巻いてきてくれたのは、正直ありがたいです。砂ダメージはもちろん痛いのですが、殴られるよりはよっぽどマシですからね。毒菱を巻く時間を用意してくれていると言ってもいいでしょう。一応砂ダメージ込みでも、もう一発生ズンの攻撃を耐えられるので、恩返しで殴っていきましょう。砂嵐を後ろのポケモン相手に引きずると厄介なので、いい感じに立ち回りたいと思いますよ。オッケー。耐えた。ここの生ズンで相手に回復を使ってもらうのも、ミソですね。互角以上に渡り合える相手に回復を消費してもらうのが、一番ありがたいですからね。この回復は砂嵐のターン稼ぎにもなるので、理想的な展開と言えるでしょう。砂嵐も収まってくれました。そろそろ頃合いですね。生ズンをやっつけてしまいましょう。最強ちゃんの HP も結構残ってますし、グライオン戦も、いくらか余裕があると思います。相手が出た瞬間に回復を使う展開になると、どうあがいても後手後手になりますしね。いいダメージ量だ。27レベル差だという事実に目をつぶれば、グライオン相手に真っ向勝負で打ち勝てる、最強のポケモンにしか見えないですね。なーに言ってた私。最強ちゃんはいつだって最強のポケモンだぞ。オッケー。グライオンは無事、突破ですね。ここから先のゴローニャとドサイドンに関しては、一生回復を連打するだけの耐久戦となります。片目で相手を仕留められるタイミングを見逃さないようにしつつ、もう一つの目で最強ちゃんが芸人魂を発揮しようとしないよう、睨みを聞かせていきましょう。四天王二人目で、こんなにひりつく状態になるとは思ってなかったわ。このプラチナというゲーム、ガチで恐ろしいわ。一応 HP 的には殴っていけるんですが、炎パンの乱数のブレが怖いというのと、リスクは犯さずに行きたいので、ゴローニャの HP が半分くらいになるまでは、しっかりと耐え忍びたいと思います。この勝負は絶対に、焦ってはいけません。焦って攻めて負けるというのを繰り返すと、マジでクリアレベルが90を超えてしまうような、赤っ恥をかかないといけなくなるかもしれないですからね。負けないことを最優先に、戦いたいと思います。一応これ、急所に当たっても落ちないという認識でいいですよね。確定3発になっていれば絶対にゴローニャに負けることはないので、多少気が楽です。それにしてもこの菊野さん、マジで厳しいですね。私の精神を、ゴリゴリ削ってきやがります。相手に有利なポケモンから出すのなら、先にドサイドンを出してきてもおかしくないところを、引っ張って4体目で、満を持してドサイドンを出してきやがりますからね。2体目がピークであとは流れ作業という風にならないよう、4体目にピークを持ってくるという、エンターテイナーと言えるでしょう。さあ、問題はここからですね。最強ちゃんが急所に当たらないように祈りつつ、瓦割りで落とせる HP になるまで、耐えたいと思います。
もし万が一瓦割りで落とせず、回復の薬を使われてしまうと、勝ち筋がなくなってしまいますからね。殴るときは一発で、確実に仕留めたいと思います。というかそもそも、攻めに転じて落とせなかった場合、返しの攻撃でやられちゃうんですけどもね。とにかく冷静にかつ堅実に、正気を探っていきますよ。これ、残り HP 的に一発は耐えられるでしょうし、一発殴ってみてもいいんじゃないか？殴ってみちゃおうかな。お、気づいたら瓦割りで、確定2発になっていますね。この情報を知れたのはありがたい。とはいえプレイ時の私からすると、何やってだこいつとしか思えないムーブをしてますね。勝ちに徹するのなら、ここは絶対に回復連打しかありえないと思います。調整をミスって回復の薬を使われると、厳しいですからね。でもまあ、結果オーライという感じでしょう。皆さんが同じプレイをするときは、絶対に堅実な立ち回りをすべきだと思いますよ。際どいですが、瓦割りで落ちてくれるかな？プレイ時の私、マジで冒険しすぎだろこれ。勝利の女神が舞い降りてるのかもしれんわ。というわけでどうにか、ドサイドンを倒すことができました。これでさすがに、一山越えたんじゃないでしょうか。相手のラス1は、カバルドンですね。さすがにカバルドンくらいなら、どうにかなるでしょう。ドサイドンという巨大な壁を破った今、最強ちゃんに恐れるものはないわ。ひとまず毒毒騎士も通るので、じっくり戦っていきましょう。まあ、こんなもんでしょう。あとは恩返しで持っていけるくらいになるまで、回復を繰り返しますか。どは。ふう、怖い怖い。急所に当たったら、マジで一巻の終わりやんけこれ。じっくり攻めていくとも言ってられないかもしれん。とはいえ、焦ってはいけません。もう一度ドサイドンに勝つのは、相当苦しいですからね。焦るな、絶対に焦るなよ。ストーンエッジを打たれて急所に当たろうものなら、一巻の終わりですからね。決めるときは、一撃や、流行る気持ちを抑えるのだ。ふう、怖い怖い。ストーンエッジはマジで、肝が冷えるわ。本当は攻めたいんですが、カバルドンとの対面が初めてで、相手に与えられるダメージ量がわからないんですよね。そろそろ落ちるやろで雑に動くと、リスクがでかすぎます。しつこいですが、絶対に焦るわけにはいきません。これ、微妙なラインやな。本当は回復をして耐えたいところですが、毒毒のダメージ量的に、次のターン、回復の薬を使われて、毒毒状態がなくなり、勝つ術がなくなってしまいます。カバルドンの物理耐久はシャレになっていないので、不安がありますが、ここは一か八か、行くしかないと思います。ふう、よかった。マジで一息つけたわ。まだワンチャン負ける可能性があると思ってました。というわけで無事、菊野さん突破です。この後大場さんも後ろに控えてるってマジ？これで大場さんにあっさり負けたら、視聴者に顔向けできんわ。というわけでキリもいいので、今回はここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。